はい、皆さんこんにちは。佐賀康でございます。3時25分になりましたね。4月2日土曜日でございます。まったりしたいんですけどね、まったりできないぐらい寒い。千代田区11度だそうで、この日は多分14度ぐらいちゃうかなと。あ、でも手がかじかまなかったんで15度ぐらいあるんでしょうかね。さて、ブルームバーグにこんな記事が載ってまして、ロシア4月4日満期国債 14.5 億ドル買い戻し、残りの償還に株、いや、償還に投資家注目という記事でございまして、ヘッドライン短い記事なんで読みましょうか。引き続き流通する国債は5億5240万ドル相当、ロシア財務省。買い戻しに応じず額面金額で償還を待つ投資家に重要な日に、ING、すいません。なんかよくわからんな。ロシアは4月4日償還の国債20億ドル、約2440億円相当の大部分をルーブルを使い買い戻した。償還日の国債保有者へのドルでの支払い額は大幅に減った。3月31日のロシア財務省の声明によると、同省が買い戻したのは発行額の 72% にあたる14億5000万ドル相当。その結果、引き続き流通する国債は5億5240万ドル相当となった。同省は支払い代行機関であるシティバンクのロンドン支店に通知した。これはウクライナ侵攻に対する制裁措置の中にあっても国内投資家への支払いを確実にする一歩だが、ロシア政府が残る国債を償還する期日は刻々と近づいている。IND ファイナンシャルマーケッツの国際金利戦略責任者パドライク・ガービー氏は、買い戻しに応じず額面金額で最終的な償還を待っている保有者にとって4日は依然として重要な日だと指摘した。あさってですね。で、従来この4月4日に償還日を迎える国債がですね、デフォルトになるんちゃうかというふうな観測があったんですけども、どうやら回避されるんではないかと思います。財務省は今週4月4日に償還期限を迎える同国債について、3月31日に中央銀行の公式為替レートに基づきルーブルを使って額面価格で期限前に買い戻すと表明していたというところで、このですね、ニュース終わってます。このブルームバーグ一応貼ってみますね。取るかもわかりませんけど、意外にね、ロシア、そのなんていうか、ロシア経済ですね、意外に強靭です。経済制裁、欧米からの経済制裁が発表された時にはですね、これは持たへんでと思いました。それは一様に皆さんそう思ったようでしてですね、これは持たないなと。ところがですね、持ってるんです。で、ようようね、こう情報をですね、整理してみるとですね、いまだにロシアはですね、パイプラインを通じてですね、ドイツにガス供給してるんですよ。で、ドイツはその金払ってるんですよ。まあ、これは侵攻直後からか、そうなんて分かったことなんですけど、で、スイフトから締め出した割にはですね、ガスプロムというですね、ロシアのガス会社にはですね、一番大きな銀行、ズベルなんとかですか、を通じて金払ってるんですよ、ドイツが。その額たるや、1日に日本円して1000億円なんですね。したらこんなんね、別にね、5億ドルぐらい、5億ドルと言うたらですね、まあ、大体600億円ですか？あんた大したないやんって、そういう話なわけですよ。だから、ロシアデフォルトになるかと思ったんですけども、どうやらですね、当面のデフォルトを回避できてる感じがいたします。それは中長期的にはわかりませんよ。今の状態になってですね、そのうちドイツもですね、ロシアからガスを買うと、日銭を払う、毎日1000億も払うというのはですね、それはあかんやろって世界中の非難を浴びてですね、やっぱり買わへんというふうになる可能性がありますから、それが断たれるとね、もうロシアは金詰まりになるんですね。で、その、もともとその、エネルギーを売って割合豊かな
国で、それがここのところですね、1バレル100ドルというとんでもない額になってましてですね、で結構ロシアリッチやんということですね。だから、当面デフォルトはなさそうで、ロシア経済もですね、西側からの輸入品がほぼ途絶えることでですね、国内はインフレになります。インフレになりますけども、こう干上がるというほどでもないんではないかと。で何よりもですね、中国は経済制裁に加わっていないわけです。中国は世界第2位の経済規模があってですね、ほとんどの工業製品は作れるわけですね、中国は。だから中国から物が入ってくるわけであって、その払う代金もですね、中国に市場価格が安いですけども、ガスや石油を売っておけばですね、原油を売っておけば払えるわけですね。ということはロシア経済はですね、そんなにですね、思った、我々が当初想像したようにですね、インフレが10倍ぐらい物価がなって、ロシア国民は窮乏するんちゃうかというふうに私もそう考えたんですけど、現状そうはならなさそうな感じがします。ただし中長期的にはやばいわけですね。途端の苦しみを味わうでしょう、ロシア国民も。今すぐにどうとということはなくなった感じがするんですけども、西側も随時ですね、締め付けを強めていくはずですし、そうなればですね、ロシアの経済もですね、だんだん麻痺してくると思います。ただ現状はですね、1ドル180ルーブルというですね、この侵攻前のレベルですね、78ドルぐらいだったんですけど、78ルーブルぐらいだったんですね、1ドルが。それが今85ルーブルぐらいでですね、82、3という時もあります。落ち着いてきました。で、これが侵攻直後はですね、150ルーブルまでいって、まあ大体半分になっていたんですけども、それをまた戻しているということはですね、結構強いやんというふうに、市場がですね、こう、見なしているということだと思います。ただ、これはですね、目先のことであって、アメリカは1日100万バレルをですね、放出すると言ってます。で、これで要は原油価格を下げようと。原油価格が下がれば、すなわちこれロシアが苦境に落ちるわけですね。で、備蓄を放出するだけではなくてですね、まだオプションあるんですよ、アメリカには。その一つはですね、イラン核合意というものがですね、オバマ政権の時にあったのに、実にぬるい合意で、これイランがゆっくりやったら核兵器作ってええでという合意があったんですけど、トランプ政権が破棄しました。それを元のベースにですね、バイデンさんもオバマ政権の副大統領でしたから、元のオバマ時代のイラン核合意をベースにもう一回合意をしようという動きがあって、それが、まあ、動いてるそうです。ただ、まあ、細部今詰まってないんで、発行はしませんけど、これを発行しようと思えばできるはずですね。その次に、南米の産油国でありますベネズエラ、ここは反米政権ができてですね、原油の輸出ができなくなって、とっても微妙な国になったんですけど、ベネズエラ、そのベネズエラからですね、もう一回原油を買ってやろうじゃないかというプロジェクトがあって、まあそんな別にやろうと思えば簡単なわけですね。でイラン核合意でイランが再び原油を輸出できるようになり、ベネズエラが再びアメリカに原油を売るようになるとですね、ロシアに頼らずともですね、その原油需要は賄える、石油需要は賄えるとなります。で原油価格が下がるとガスの価格も下がるんですね、自動的に。でそうなるとロシアはですね、貴重なですね、外貨収入というものがですね、途絶えていくって、細っていく可能性があります。ドイツも今回のことで懲りたと思うんですね。でロシアからだけエネルギーを買ってるとですね、どえらい目に遭うとまだロシアはそれを止めるということはしませんけども、いつでも止められるわけですね。ですんで、ドイツも徐々にですね、エネルギーの供給先をですね、ロシアから分散させて、ゼロにするということはないです。また逆にそれはリスクですから、ゼロにするということはないにしろ、今のですね、せいぜい5分の1ぐらいまでは減らすんちゃうんかなと。それがだんだんできていきますから、でちょうどですね、その、中国経済が今、下降というか、まあ、成長が鈍化というか、マイナスになっているんでですね、原油需要がそこでまずそんなに増えていないというのと、あとこれから暖かくなります。だから暖房需要がなくなります。となるとですね、ちょっと緩むはずなんです。だから原油先安感が今出てると思います。今1バレル99ドルぐらいですけども、そうなればですね、徐々にですね、ロシアの外貨収入が減ってですね、
経済上もよろしくなくなってですね、1ドル80ルーブル台がですね、またルーブル安になっていってですね、で、まあ、デフォルトはないにしろですね、ロシア経済はですね、どんどん苦境に追い込まれていくというふうに思います。まあ、目先はですね、目先この2、3ヶ月ぐらいはですね、まあ、金欠になるということはなさそうな感じですね。はい、ということでこのブルームバーグのサイトは一応貼ってみます。皆さんどうもありがとうございました。